Oui. Vanilla, vanilla. Vanilla, vanilla. ナイス。ナイス。不死身屋の動き何？配線です。え、皆さんどこ開き？いや、アドミン見ました。そうなんだ。あ、見ただけです。何秒見たんだよ。1.68 秒見ました。細かい。配線早えな。早いよ。本当かよ。今そこの配線も行こうとしてたでしょ。そう、行こうとしてた。行こうとしてたけど、クソ早えと思って配線。ね、何？何もう。いや、じゃあ俺じゃないって今の。多分ね、あのもう一人勝っちゃってる人いると思いますよ。僕が触ってます。藤井が上に上がんなかった。俺が5回ぐらい押したのに。俺も2回押してもうやめようって触んなかったら、まだやってるから。バイタル見ちゃって、はい、バイタルも見ちゃってですね。あの15秒前に死んでます。ちょうど。はい、そんな前なのか。まあ、マジでマットじゃない。死体発見です。僕の死体発見です。アーカイブの弁当の上。ええ違う、畑迫ってさ、展望デッキからアーカイブまで行ったの？はい。まあ、そんぐらいの時間あったと思う。エンジン、メイン、シャワー、アーカイブですよ。ああ、そうなんだ。アーカイブで。相当動いてんなと思った。まあ、じゃあ高田さん、白でいいかな。金庫から出てきた。まあ、アーカイブ事実なら、メイヤさん大丈夫です。展望でセットです。うん、そうね。幻明マットメイトも否定のキルはできない、うんうん、まあ停電になって数秒後くらいに死んでるって感じだとしたら藤宮も無理じゃない、勝ち合ってたしずっと、うん、じゃない、藤宮どうなってます、手証拠見てよね、うん、あ、じゃあできなくはないか、あ、クドイズってどうなってます、貨物で僕が最初に入れまず触ってて、最初前下がりだったんでやってたんですけど、え、後から伊豆沢沼さんって来たのかな、はい、あ、僕が停電のところに行った時には、2人ともいたって感じなんで、多分クロイザールでやってる。でね、藤宮昇降機右どうやって行ってんの、はい、宿舎で、エンジンダウンロードしてからシャワー配線からの昇降機右、ダウンロードからの配線です。アルマってどのタイミングでバイタル見てる、停電になる前、停電なったし、あ、なった後ですね、見たタイミングは。なった後何秒ぐらいか覚えてる、そこまで覚えてない、いや、覚えてないな。まあ、チラチラ見てて、死んだで15秒。ああ。で、一応、まあ、レポート連打しながら貨物全部見てって感じで。ああ、じゃあ白っぽいかも。僕、めっちゃ視界の端にアルマとバイタルで並走してるんですよ。多分アルマしか映ってないかもしれないけど。はいはい、で、アルマが配電盤に行かずに右に行ったんですよね、なんか給油の方。確か。ああ、うん、下に探して。そう。それを見て、僕、工藤さんに重なって真ん中勝ち合い見てたって感じだったから、アルマも一瞬待ったなんかなと思ったけど、なるほど、動きがそれか白っぽいなと思いました。時間ないから、経路だけ話すけど、キッチン脇、武器、エンジン、メイン、エレキ、メイン、シャワーで終わり。ああ、そんな動けてんだ。ネロちゃんそっち、めちゃくちゃ動けてる。ネロちゃんとアルマはね、初動ね、武器庫にいるのを見てるね。多分ね、キッチン脇からそこまで行ってます。エンジンからメイン行くまでは多分アルマと俺って感じだったと思うよ、順番的に。そうですね。うん。一緒に動いてたね。ゴミ。
あげあげ。わお。おお。おめさぼ直したらまず誰？はい、とりあえずシェルフ使用します。はいはい。触った瞬間治った。プテイカ直した。メイヤさんにいた気がするな。アーカイブラウンジ貨物にはいないと思う。エンジン宿舎ミーティングにはいないです。エレキ、あ、まあ、金庫わかんないですけど、メインエレキくらいはいないかな。でアルマニシロは出せます今回。ね、メイヤさん宿舎かエンジン脇だと思います。で私速攻メインのゴミ捨てからのエレキ上げ上げ、あのコミソを無視して貨物って移動してて、どなたともお会いしてないっていう状態ですね。あ、一応俺が最後ゲンさん見えてますよ。はい、なんで貨物にいることは本当で、本当よかった。うん、でジミはどこ？僕エレキの9番です。でね、あと、メイヤさん、私、本当にめちゃめちゃ長時間、前日、1キル目にセットで動いてて、展望でメイヤさん、ダウンロードされてたんですよね。で、その後、配電盤に近づいてあって、経路なんで、はいはいはい、素直に考えたら、まあ、あの展望か、セキュリティの方でアップロードいってるのかなって思ってたんだけど。いや、あり得ると思うよ。プテハシがキルしてるパターンが多いんであると思う。エンジンと通信室の間の扉は閉まってます。武器庫だけ開いてて、通信室と武器庫だけ開いてるんで、次確認してほしいです。ゲンさんどこ脇ですか？私は、ごめんなさい、曖昧ですけど、エンジンか宿舎脇で、そこで皆さんを見た記憶がある。1個前の議論していい？慎太郎のやつ。で、はいはい、1個前の移動経路、ミーティングに来るまでどういう移動したか言ってみて。ちょっとごめんなさい、キッチンぐらいから湧いて、展望、キッチン、武器、エンジン、宿舎前ダウンロード、で、宿舎前で高田さんが左から来たんだけど、それ停電中だったから、金庫で死体が上がってるかもしれないと思って、一周してます。そこでタスクはやってない。伊豆さん、あ、まあいいか。今回の伊豆さん、あ、まあ、うん、伊豆さんアーカイブは、いや、違和感がめちゃくちゃあるのはとりあえず藤宮、うん、で今回僕草屋敷アーカイブ分けアルマと湧いて、アルマが最速右、僕は下降りてシャワーのベントタスクで、シャワーの覚え源入力に20秒ぐらいかかってます。多分体感基本旗富士両方とも人外かなと思ってるから一応警戒して、こって移動経路だけっすよね。目視点めちゃ源さん、メイヤーさんが配線のことで言うから、ただ一応私配電盤めちゃかち合ってて真ん中かち合ってるのは言っててるんで、まあ、待ったないっす。うん、あら、シェリフが死んだので代わりに僕が言いましょう。33秒なので3秒以内のキルです。ボタンが20秒になった瞬間からずっと数えてました。不動丸さんと一緒に今回は行動してたんで絶対無理です。プラスコミサボはなら今回ゲンさん的にはそうですね。メインで私畑底さんとかなり固まって動いてて、で私最後コミサボを直しに行くと左に流れたぐらいで終わりで、エレキから2人でセットで上がってます。で畑底さんは行けてシャワーぐらいかな。はい、ゲンさんはどこら辺まで行けてます？私はエンジン、ちょっと待ってね、よいしょ、エンジンルームの無の右ぐらい。まあ伊豆さんも気持ちむずそうだけど、ドア私が開けてます。伊豆富士でもむずそう。工藤富士が武器の方から来て、はい、俺が最初宿舎脇で金庫行ってダウンロードして、終わったら金庫の置き換えタスクしてるプレさんを置いてゴミサボ直しに行って、エンジンコミカの扉開けてコミサボ直したのは俺。うん、あってそう。で僕が今アルマの同じ位置にしてボタンの下にいます。おお、ボタンの下、なるほど。プテって初手もミーティング行ってなかった？またミーティング行ってんの？まあなんか高田さんと白取り合ってた。ある
ハルマは見てたっけ、まあ、のこと、まあ、見てないけどボタンの位置は遺言行くんなら藤畑に陣が行ってたんで、藤工藤のラインを追わない限りは、うん、まあ畑さこを釣り、でも畑源で塩取り合ってるんじゃないですか、まあ、このキルに関してはそう畑さこさん無理です、ね、うん、ああはいはいはい、うん、さっきのキルで言ったらまあキルは藤畑両方あると思う、そうね、うん、みんなめっちゃ浮いてるか、地味は分かんないな、さっき言えてなかったんですけど、エンジン分けやったんですよ、さっきの。メイヤさんが死んだターンですかね。で、僕、エンジンで湧いて、ゲンさんも見てないし、メイヤさんも湧いた記憶がないんで、ターン分けだったんですよ。で、宿舎、ダウンロード、ミーティングボタンだったんで、ゲンさんの証言とかなり食い違ってると思って、結構怪しんでたんですけど、今回は無理だから、困ってます、正直。ゲン富士、工藤さんとかあんのかな、まあそこの三人がおんなら畑さこでいいかなって思って入れました。どうします、迷うなこれ、あまあアルマに決めてほしいけど、え僕アルマは隠しろじゃない、まあでも畑さんに入れさっきも切れないし、バイタル情報はあってそうだもんな、集まりそうな方に入れました、うん、じゃあ藤井美和までお願いします。ゲンさんも一応警戒で、どうですか、はい、うん、ちなみにもう一釣り入れるとタスクはあまあでも終わるかも、あれタスクは俺は微妙、まだまだ厳しい、ね、ただ一応確定で釣れるんだったら俺タスクはいけると思う、正直決め打ちだと思うけど、ここで今リアクター右俺しかいなかった上で、いやリアクター右にめっちゃいた、あいた、歩くのが上から覗いてた、ああ私ちゃんと直すかなーっつって、タスク残量的にかな、まあでもただ絶対終わらないけど、てかね釣るんだったらね、高田さんがその旗富士両方人外だと思うっていうのを信じるんだったら別の位置釣ってもいいんじゃねとは、私とか全然俺ってインポスターしかないからね。あ、そう、そう、畑さこで水勢が発生してないから。うん。まあ、任せますけど。まあ、初手キルって伊豆山視点でアルマは弾けんの？初手キルは、なんかバイタルから並走してたみたいな。うん、バイタル並走は見てるから、バイタル情報の真偽は分かんないけど、あまあ、アルマのキル位置が。まあ、畑さこがやってるって考えた方が早いか。まあ、そうだと思うけど、ね。初手キル畑さこだったらね、すごい自殺する。キル目は原産白で置いたら左の方。で、うん、まあ、高田さん視点、プテも全然できそうっていうのと、まあ、畑さこ、うん。あ、ちょ、お前ね、初手キル畑さこはあんま追ってないっすよ。あ、バイタルか。うん、15秒前に死んでるから。めちゃめちゃ自殺するでしょ。だ、うん。あったら浮いてる、まあ、ネロ、まあ、近場にいる藤工藤って感じだけど、まあまあまあ確かにアルマ以外から俺死に出ないからな、工藤丸さんはでも工藤いざあるの順番で配電盤にいるから、まあか、まあ決め打ちしてほしいね、正直俺も初手は停電めっちゃ触ってて、藤宮さんかスキップの択だと思いますけどね、減算視点畑さこ、まあ、わかんないか、どっちもあると思いますけど、さっきのキルはできないって、ね、まあ、僕釣った場合絶対タスク勝利はないと思いますけど、どうします、釣り切りあんまり自信ないけどね、でも入れたい、入れるか、出橋めっちゃ怪しく見えるな入れたいってそれタスク勝利終わんなかったらどうすんねんって話ですけど、インポスターを畑さこ藤工藤源で追ってた畑さこを白で置くってことですよ皆さん、終われ、もうちょっと広げて、終われ終われ、毒が回ってんだよ、毒が、終われ、
ああ、うん、手で直しました展望です。どこ上がったか言えます？上がったかとか上げたのは展望か、上げたのは左4つ、一番上だけ最初から上がってました。まあ合ってますけど展望かね。アルマとアーカイブですれ違った僕、茶色あれ。ああそうです。まあまあまあ、僕現在視認できてなかったですけど、一応ハイデンバー情報もあってて、展望で行ったんですけど、現在左側にいたじゃん、ハイデンバーの。ハイデンバーの左側、まあそうなるのかな。なるほど、了解です。まあ合ってます。はい。1分あればタスク僕は終わるけど。俺は30秒で終わる。駆動は相当きついです。するしかないんかな。白は取り合ってないんですか、それぞれこれ。ん？白は誰も取り合ってないんですかこれ。まあ、チェキがむずそうぐらいですかね。むずそうだな、アルマも。ゲンさんには白は出せないってぐらい。ん？ゲンさんには白は出せないけど。ハイデンバー情報が出るってだけですかね。あ、ネロゲンがね。そうそう。うわぁ。これむずいな。不死身やつらんときゃよかった。でもわかんないよ、白じゃないかもしれないから。アルマからプテには白出せそうで、プテからアルマには出しましょう。出します。出す。左だと思うよ、伊豆さん。うん。うん、まあじゃあ原駆動のどっちかと。不動さんってタスク終わんないとちょっと待ってよね。終わんないっすね。絶対終わんないっす。1分じゃ。ハタサコ不死身はさ、ハタサコのが黒だと思う？うん、まあ、畑さん側だと思ってますけどね。でもそれだったらゲンさんがさ苦しくならない？いや、うん、今となってはですけどね。まあ、僕は不死身や、なんかちょっとスキップの段階で僕が釣ってるところあると思うから僕は黙りますけど。一応慎太郎の死人情報出してるのはゲンさんからだったはずだから、まあ、そこでは詰めてないけど、うん、そこの白要素ぐらいしかない。名屋さんかな、名屋さんの時。あ、名屋さんか、うん。いや、その情報で畑子さんが釣れたと私は思ってます。工藤さん入れちゃいそうだけど、今の状況だと。あ、マジか。原産っぽいけどな。俺、初的に無理っすよ、でも。イザルマに。ああ、入るか。ごめんなかったらごめんなさい。ありがとうございます。ナイスナイスでした。これが不死身を釣った罪じゃ、プテラ。あ、不死身は白ですか。不死身は白。でも分かんないもんね、みんなね、そんなのね。うん、分かんないからね、ロールしたよね。ハタさんやりました。ナイス。ありがとう、ネルちゃん。ありがとうございました。ゲンさんインポスターなんだ、全然分かんなかった。ゲンハタは無理やな、もう分かんなかった。序盤も本当全然キルせずに普通にフェイクタスクだけしてます。そう、俺ゲンさんとなんか停電の勝ち合いの時、さすがにゲンさんインポスターじゃねえと思っちゃったもん、ね。うん、あれほど勝ち合ってたもんね、うんうん、キルするやろ。しかもあんだけやるとそうあんだけ勝っちゃうと逆に切れなくなっちゃった。ああ、そうか。うん、いや、なんか旗さこに白出したからマットメイトの方かなと思っちゃったら普通に相方にあれ出してた。そう、素晴らしい。なるほどね、これはむずいわ。よし、じゃあ行きますかね。はい、お願いします。やったぜ。